はい。皆さん、こんにちは。ロキです。今回もですね、Yahoo オフ仕入れで仕入れた商品のご紹介ということでお話ししたいと思います。今回はですね、こちらですね、タムロンの AF90mm2.8 マクロというレンズですね。はい。こちらのレンズをですね、1万円の前半で仕入れました。まあ、販売価格はですね、2万円前半で販売しようというふうに考えております。実際にですね、まだ届いて開けたばっかりなので、実際にちょっと動作確認などをしていきたいと思います。まあ、外観はですね、非常に綺麗な状態で、まあ、傷とかもですね、まあ、あまりないので、結構いい状態のコンディションですね。で、レンズ内に関しましては、レンズ内、まあ、塵、ほこり、まあ、通常仕様に伴う塵とほこりぐらいですね。まあ、この程度はもう仕方ないので、全然大丈夫です。カビ曇りはなくクリアということですね。はい。動作をちょっと見てみましょう。いい感じですね。ピントも素早く決まるので、まあ、オートフォーカスもですね、素早く決まってるので、全然問題なさそうですね。基本的には OK でしょう。はい。まあ、こういったですね、まあ、タムロンのこの90の 2.8 っていうレンズは、ちょっと形によってですね、相場も変わってくるんですよ。まあ、その辺ですね、まあ、よく多くファンを見ていただいて、まあ、形を見ていただくと、まあ、違いがわかると思うんですけれども、あと、まあ、箱ですね。箱の色が、ちょっと違うだけで、まあ、この中身ももちろん当然違うんですけれども、相場がちょっと違ってくるというような、ちょっと紛らわしいレンズの一本でもありますので、まあ、結構見分けがですね、簡単なレンズと、なかなか見分けがつかないレンズってあると思うんですけれども、まあ、そのうちの一つで、ネーミングはですね、ほぼ変わらないのにもかかわらず、形とですね、まあ、外箱が違うとか、そういった、まあ、内容ももちろん違うんですけれどもね、見分ける基準としては、外見が違うというところで見分けていかなければならないレンズということですね。まあ、こういうレンズももちろん、あります。ニコンとかキヤノンとかですと意外と分かりやすかったりするんですけれども、タムロンとかになるとね、意外と分かりにくかったりしたりとか、そういうこともあるので、いろんなレンズをですね、まあ、扱っていくうちにそういったものも慣れていっていただければなと思います。で、必ずオークファンを見るときはですね、まあ、しっかりとですね、まあ、高い順に並べ替えたりとか、安い順、まあ、私は高い順に基本並べ替えてるんですけれども、それでですね、どっちがまあ同じ名前で相場が違うものがあるとしたら、はっきりとですね、高いものはこういう形をしていて、安いものはこういう形をしているとか、高いものはこういう表記で、安いものはこういう表記という風な感じで、しっかりとですね、見分けをつけて調べていくことで、間違えた仕入れをしたりとかしなくても済みますので、その辺ですね、しっかりオークファンを活用して、相場と実際の商品、これを照らし合わせるようにしていってください。はい。それでは今回はこれで動画終わりになります。私の方で無料のメルマガをやっております。下記動画の説明欄からですね、メルマガにご登録いただきますと、今ですと、ヤフオクのリサーチから落札までの動画という動画と、仕入れ資金を簡単操作で増やす動画という2本の動画をプレゼントしておりますので、ぜひメルマガのご登録お願いします。あと、チャンネル登録いただきますと、私のこういったほぼ毎日更新している新着の動画を逃さずチェックしていただきますので、チャンネル登録の方も合わせてよろしくお願いします。はい。それでは最後までお聞きいただきありがとうございました。